はい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 。珍しい勝ち方でしたね。本当に。いわゆる炭位置ってやつですか？炭にね、位置っていう風にね、書いてる。と、一得点だけってやつですね。まあね、本当に投手戦だったと思うし、山崎投手もね、マジで気合入ってたと思うし、相手の西勇輝投手もね、非常に素晴らしい投球ができてたんじゃないかなっていう風に思います。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見れてください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほど終わりました、阪神対、じゃなくて、ジャイアンツ対、阪神タイガースの試合を、徹底解説していきたいと思います。はい、まずなんですけど、まあ、スミチとか言うかね、非常に珍しい勝ち方でしたよと。うん。初回のね、巨人の一得点だけだったんですよ。で、それもね、タイムリー打ってとかじゃなくて、佐藤選手の、まあ、エラーというところでね、まあ、点を取れて、まあ、こんな展開にならないだろうというか、まあ、もうちょっと点入って、まあ、まあ、接戦のゲームにはなるだろうけども、というふうに思ってたんですけど、まあ、まさかその初回の、エラーの1点だけになるとは僕もね、予想ができておりませんでして、はい、非常にまあ、勝てたのはね、もう正直内容とか、どうでもよくはないんだけど、もう勝てたことが一番良かったと思うんで、そういったところでね、今日の解説もちょっとやっていきたいなというふうに思っております。はい、今日はですね、まず、得点シーン振り返っていきまして、まあ、得点シーンつっても、まあ、1点だけなんですけど、得点シーン振り返ってきて、で、その次に、スタメンの変更点などを見ていきまして、で、最後に僕が気になったところを、まあ、配球チャートであったりとか、まあ、ここプロの技ですね、みたいな感じで、ちょっと、面白くね、楽しく見ていきたいなというふうに思っております。絶対見てよ !OK!はい、じゃあ行きます。まず得点シーンから行きたいんですけど、僕の胸ぐらいにちょっと出させていただいて、得点ボードをね、やっていきたいと思います。はい、まず、まあ、今日の得点1対0なんで、まあ、すぐ終わるんですけど、このね、1回表の2アウト2塁から岡本選手のサードゴロを、まあ、佐藤選手が、まあ、ちょっと送球が、ちょっとバウンドがね、取りにくいバウンドを投げてしまったっていうところなんですけど、まあ、難しいところなんですよね。まあ、ワンバンで、うまく取ったんですよ。三塁線の打球をうまくバーンで取って、まあ、ノーバンで投げるのか、ワンバンで投げるのかっていうところをね、まあ決めて投げるわけですけども、まあ、佐藤選手はワンバンで投げるというところを選択したんですけど、ちょっとそのワンバウンドがね、ちょっとこう、ショートバウンドとワンバウンドのハーフバウンドっていうやつですね。一番取りにくいバウンドを投げてしまったんですよね。で、それで、大山選手も後ろを反らしてしまって、まあ1点というところで、まあ、1点、まあ、ジャイアンツからしたら取れたのはね、良かったけども、まあ、こういうね、この1点だけで勝てるとはね、思ってなかったんで、まあ、非常にそういったところで、まあ、ジャイアンツからしたら、まあ、なんていうの、恵みの1点じゃないけども、まあ、良かったなっていうふうに思うし、まあ、阪神もね、まあ、0点に抑えられるとはいうふうに思ってなかったと思うんで、まあ、非常に、まあ、ある意味ね、予想外の試合というか、面白い試合だったんじゃないかなと思います。はい、じゃあですね、スタメンの変更点見ていきたいと思います。僕の顔ぐらいにね、画像出しながらちょっと見ていきたいと思うんですけど、はい、前日の11日からの比較になりますと。で、まずホーム側の、まあ、ジャイアンツから見ていきたいんですけど、ジャイアンツ、まあ、昨日のね、中日戦から結構変わってまして、それなぜかっていうと、ヘルナンデスが、まあ、離脱してるんですね。はい、まあ、仕方ないことですけど、まあ、みんなでカバーしていくというとこですね。で、僕は吉川選手とかが、まあ、3番に入るんじゃないかなっていうふうにちょっと思ったんですが、まあ、やっぱり、経験がものを言うというところで、坂本選手を今日3番に起用しておりますと。で、センターにはオコエ選手が6番に入っておりまして、で、昨日、ショート、7番でショートだった門脇選手が今日8番で、昨日は菅野さんとのバッテリー小林さんが出てたんで、今日は岸田選手が7番に入っておりますと。で、ピッチャーは昨日菅野さんで、今日は山崎伊織投手というところで、まあ、ヘルナンデスの怪我をね、みんなでカバーしていこうというところだし、まあ、山崎伊織投手、まあ、2戦連続でちょっとやられちゃってるんで、なんとかね、この今日の試合にかける思いっていうのは多分強いんじゃないかなっていうふうにね、試合前にも思っておりました。はい。で、対するタイガース見ていきたいんですけど、タイガースはですね、まあ、昨日広島とやってたんですけど、スタメン側は全部一緒なんですね。全部一緒。で、
ピッチャーが高橋、投手、ハルト投手で、昨日は高橋投手だったんですけど、今日は西勇輝投手というところで、まあ昨日ね、いい勝ち方、してたんでね、4対0かなっていうところで勝ってたんで、まあオーダーも変えずに、まあ西勇輝投手でっていうところで、まあ、どちらもコントロールもいいし、まあテンポもね、いいピッチャーではあるんで、まあそんな点は取れないだろうけど、まあ接戦のゲームでね、なんとか、系統でうまく繋ぎながら、ジャイアンツが勝てばね、いいかなーっていうふうに思っておりました。はい、じゃあですね、こっからですね、僕が気になったところであったりとか、ここプロの技ですねとか、ここすごいねとか、うん、今日で言ったら、まあ、近本選手ね、まあ、チャンスで三振取ったんですけど、ここは、近本さんはこういう、球を待ってたから、この球を空振りしてしまいましたねとか、そういったところを、ちょっと見ていきたいと思うんで、ちょっとこっからマジで見てください。はい、こっからマジで大事やからね。はい、行きます。はい、まず1回裏。まあ、その先ほど言ったように、まあ、エラーで点取りましたよというふうなところありましたけども、まあ、やっぱり先頭の丸さんが出るっていうところが、やっぱ大きいんですね。本当に1番に丸さんがいるっていうのもマジででかいですね。で、2番ね、今日、いつもね、最近、バントあんましなかったんですけど、特に前半の試合に関して、やってなかったんですよ。序盤ではバントしてなかったんですけど、今日はやっぱり、まあ、なんとか、1点でもっていうところで、まあ、吉川選手バントするんですね。で、セーフティー気味でやって成功すると。で、ワンアウト二塁で坂本さんが、ショートゴロと。で、ツーアウト二塁で岡本選手、まあ三塁線の打球行ったんですけど、佐藤選手うまく取ったんですよ。そこまでうまかったんですよ。バーン取ってうまかったんですよ。なんですけど、ファーストに、ちょっとハーフバンドを投げてしまって、大山選手がこう取れないっていうところで、まあ1点というところで、まあ巨人からしたらラッキーな、1点だったなというふうに思います。はい。で、今日ちょっと2回表見ていきたいんですけど、まあ別になんない、なんも起こってないプレーなんですけど、まあこれね、まあ今日山崎伊織投手ね、全体的に見てて、まあ球数多かったんですね。というのも、まあちょっと審判のストライクゾーンの兼ね合いというかところもありましたし、まあちょっと低め取られへんなっていうところはありました。ただ、左右というか、横の幅っていうのは結構広かったんちゃうかなと思うし、そういったところで、まあ、まあ、ピッチャーとの相性ありますからね。だから、そこはね、やっぱり早く掴んでいかないといけないところかな、というふうに思いますと。で、まあ、阪神の打線もね、非常にこう、3-2 というかね、フルカウントまで持っていく打席っていうのが非常に多くて、で、山崎伊織投手ね、先頭をしっかり抑えてたっていうのは良かったと思います。うん、ただ、フォアボールがね、ちょいちょいね、ツーアウトからとか、ワンアウトからあったんですけど、そこをね、まあ、ゲッツー取ったりとか、しっかりアウトを積み重ねていけたんで、ゼロに抑えれたんじゃないかな、っていうのを思います。で、この回も、先頭を取って、で、ワンアウト、ランナーなしから前川選手にフォアボール出してるんですね。で、これも、前川選手と、山崎伊織投手って相性悪いんですよ。相性悪いというか、打たれてるんですね。山崎伊織投手が打たれてるんですね。結構。だから、僕今日びっくりしたんが、これ、これフォアボール出したんですけど、7球投げたんですね、全部で。7球とも全部ストレートいったんですね。だから、この間スローカーブの後かな、なんか打たれた、っていうのもあったんで、だからそれで、7球連続ストレートいったって、これすごいなと思いました。まあ、結果フォアボールになったんだけど、こういう配球って後々生きてくるんですね。うん。で、ワンアウト一塁から、まあ、木並選手をショートゴロのゲッツーというところで、まあ、フォアボールは出してるんだけども、しっかりね、後続を打ち取れたというところは非常に良かったと思います。はい。でですね、これ3回裏ですね。3回裏も、これ山崎伊織投手がヒット打つんですよ。レフト前ね。うまいことパーンってこう変化球を当てて、レフト前ヒット打つんですよ。で、丸さんがショートフライで、で、ワンアウト一塁から吉川選手、6-4-3 のダブルプレイというところで、まあ、これも、まあ、ゲッツーはゲッツーなんですけど、まあ、西勇輝投手の投球術というかね、素晴らしいボール投げてますと。シュートでストライク取って、で、2球目のチェンジアップ打ってるんですけど、これ結局、1球目のシュートがアウトコースに来たんですね。で、同じところにチェンジアップ来たんですね。だから、バッターからしたら、一瞬、同じところにまっすぐ来たと思うんですね。うん、一球目のシュートと同じ軌道で来るんですよ。同じ軌道で、まっすぐ来たと思ったら、球が来ないっていう感じで、チェンジアップでポーンって当てさせられて、ゲッツーというところで、もうこれまんまとやられてるんですね。残像というか、軌道、前の軌道、前のボールの軌道をうまく使いながら打ち取ったという、すごい、うまい例だなというふうに思います。はい。でですね、これスーパープレイありました、今日ね。4回裏、これ、4回表、これマジでかかったっす。ワンアウトから、これ森下選手、ショートライナーだったんですけど、門脇選手がジャンピングキャッチするんですね。これね、めちゃくちゃナイスプレーですね。これ抜けてたら、間違いなく二塁打だったんで、
これ、素晴らしいジャンプ。ジャンピングキャッチってマジむずいのよ。うん。タイミングもそうやし、やっぱりこう、いろいろあるじゃないですか。タイミング早すぎても、取れないし、遅すぎたら逆に間に合わないしっていうのがあるし、で、ほんまのジャンピングキャッチ、ほんまのとか言ったらあかんけど、ほんまにギリギリのやつやったから、素晴らしいなと思いました。うん。やっぱ身体能力高いなと思いました。改めてね。で、次5回表なんですけど、これね、山崎伊織投手、まあ、フォアボールは出してたんですけど、まあ、ずーっとね、ノーヒットで抑えてたんですね。で、この回初めてヒット打たれるんですよ。で、5回表、ワンアウトランナーなしから、木浪選手にな、レフト前ヒット打たれるんですね。で、大体こういうノーヒットがバーって続いてて、ヒット打たれるじゃないですか。そしたらピッチャーも気持ち結構切れたりするんですね。だからそっから点取られることって、めちゃくちゃあるんですけど、でも今日の山崎伊織投手は結構違って、その後もしっかり梅野選手空振り三振、西投手をね、西祐希さんをセンターフライというところで、後続しっかり打ち取れたっていうのがマジででかかったんですね。うん、気持ち切らさない。うん。今日帽子の裏に、帽子のつばのとこに、先頭って書いてあるんで、先頭って書いて、気合入ってたぐらいなんで、そういったところで、非常に、素晴らしいなと思いました。まあ、余談なんですけど、まあ、これ、こんなん言わなくていいんですけど、ジャイアンツ、帽子被ってるじゃないですか。まあ、今、ニューエラーだと思うんですけど、あれは、正直、何個でももらえます。はい。うん。だから、先頭って書いた帽子ありましたけども、あれ、別に道具係、用具係の方いるんですけど、新しい帽子くださいって言ったら、何本でも帽子はもらえます。というところですね。で、コラボユニフォームとか、そういうちょっとこう、限定な時は、帽子の在庫があんまりないんで、そんなポン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 新しいのもらいにくいんですけど、普通のジャイアンツの帽子あるじゃないですか。黒にオレンジのやつ。あれはもう死ぬほど在庫あるんで、みんなめちゃくちゃもらう、洗わずに、臭くなったら買えるみたいな。臭くなったら新しい、やつに買えるみたいな選手もいるんで、でそういったところは、ありますというところですね。まあ、これはめちゃくちゃ余談なんですけど、いらない話なんですけどね。はい、で、次行きまーす。6回表ですね。これ6回表もちょっと危なかったっす。マジで危なかった。ワンアウトから、これ中野選手にヒット打たれるんですね。それに2ストライク追い込んでからヒット打たれるというところで、ちょっと、あれ、やばいなって。で、ましてや、そのキャッチャーの岸田選手がアウトコースの、まあ、ギリギリボールかなぐらいのところに構えてたやつが、内に入ってヒット打たれるんですね。で、ちょっと、制球が乱れてきた。うん。まあ、球数も、結構増えてきたんで、ちょっとやばいかな、この回と思ってたんですけど、その次のバッター、森下選手を163のダブルプレイ。うん、これも、最後ね、シュート行って、フォークでこう、目線をね、こう、低めにって差しといて、最後、詰まらしてというところで、非常に素晴らしい配球だったなと思うし、これしっかり投げ切れたっていうのはマジでかいよね。うん。で、ここ、ちょっとめちゃくちゃ大事なんで、配球ちょっと見ていきたいんですけど、これ6回裏、2アウトから、これ吉川選手がこれ、ショートへ内野安打打つんですね。で、ジャイアンツからしたら、まあ1点で、ね、先制点は取ってるんだけども、やっぱりそれ以降、なかなか点が取れてないというところで、なんとか、2点目欲しいんですね。で、2アウト1塁で、今日、3番に入った坂本さんに回ってくるわけですけど、まあね、この考え方としては、まあその、吉川選手2アウトから出たじゃないですか。で、まあ盗塁でアウトになったとしても、次の回、まあ3番から、坂本さんから始まるんで、まあ盗塁アウトになってはいけないんだけども、まあアウトになったとしても、まあ3番からやしっていう軽い気持ちというか、まあそういう気持ちあるんですね。で、まあ4球目でスチール決めると、うん、いうところなんですけど、まあ、結果ね、2アウト2塁で最後ショートゴロになって、まあ、点は入らなかったんですけど、ちょっとこれね、配球ちょっと見ていきたいと思います。はい、うまくね、高め使ったなってとこがあって、これ、まあ、スライダーでボール、スライダーでストライク、ワンワンですよね。で、シュート、で、ファール、で、ワンボール、ツーストライク。で、ストレートでボール、ここの時にスチールするんですね。まあ、ナイスランナーだったと思います。で、西祐希投手もすごくクイックが早い中、よくね、吉川選手走れたと思います。で、最後、シュート、インハイに行ってるんですけど、これ、たまたま行ったわけじゃなくて、梅野選手がこう、バッてこう、インハイに構えて、インハイにシュート投げてるんですね。これって、めちゃくちゃ難しくて、シュートっていう球種って、やっぱりこう、内角にね、右バッター内角に食い込んでくるボールだと思うんですけど、低めに行ったら、バットとボールの距離が取りやすくなるんで、結構打たれたりするんですよ。低めに行くとね。だけども、特に、まあ、シュート系とか、バッターの体の近くに行くボールって、高めに行けば行くほどバッターって打ちにくいんですね。逆の例を言えば、左バッターの、右ピッチャーが左バッターに対して、
カットボールとかスライダーを高めに投げたら、バッターってめちゃくちゃ詰まるんですね。めちゃくちゃ打ちにくいんですね。だからそれと一緒で、これ最後、この最後5球目ね、シュートのインハイにバッて構えて、坂本さんをね、ガチャーってこう、詰まらせて打ち取るしね、バット折れてるしね。これ狙い通りだったなと思うし、ここに、高めのシュート、インハイの高めのシュート投げ切る、この西勇輝投手のコントロールっていうのがエグいなっていうふうに思いました。はい。でですね、はい、行きましょうか。で、これね、7回裏もね、これチャンスあったんですよ、ジャイアンツね。これね、ワンアウトから大城さんが、これ、レフト線にね、ツーベース打ちますと。で、ワンアウト二塁で、オコエ選手ね、まあ、これショートゴロだったんですけど、まあ、初球のシュートを、ちょっとインコース寄りのね、シュートを、まあ、ショートゴロ打ってるしまうんですよ。別にショートゴロ打ったから悪いとかじゃないんだけど、やっぱりおそらく、右打ちをさせたくないというか、まあ多分右に打たれたくないだろうなっていうところがあったんで、多分初球シュート来るだろうと、インコース寄りに来るだろうというふうに張って、多分、オコエ選手振りに行ったと思うんですけど、まあこれはね、完全な打ち損じというかね、狙いは良かった。狙いは良かったけども、打ち損じ。うん、簡単にね、そんな右方向に打たせてくれないから、でシュートも持ってるからおそらく初球シュート来るでしょと。じゃあインサイド付近に来るでしょと。っていうところで、球種とコースまで張って打ちに行ったんだけど、それを打ち損じて、まあ、ショートゴロってとこですね。はい。で、今日ね、継投技術っていうのも結構ね、見物でして、今日ね。8回表なんですけど、まあ、代打の渡辺選手出てきたんですね。で、右のね、渡辺選手出てきて、で、ここで、船場様選手にスイッチするんですね。うん。で、それで空振り三振しっかり取ると。お、これ素晴らしかったな、というふうに思います。で、次、糸原選手が出てきて、まあ、ショートゴロ。で、まだ2アウトからね、島田選手が、まあ、出てくると。ピンチヒッターで。うん。で、これ、2塁で打たれてしまうと。で、2アウト2塁で、近本選手っていうところで、まあ、ピッチャーね、バルドナード出すんですけど、ここもね、めちゃくちゃ重要な場面。ここが本当に重要な場面なんで、配球チャート見ていきたいんですけど、まあ、結果的にね、これね、三振取ったんですよ。三振取ったんですけど、めちゃくちゃ良かったな、というのも、うまく、その近本選手の狙い球があって、その狙い球と逆のボールをいけたな、っていうところがあってね。これね、結果三振したんですけど、まあ、スライダーでストライク取って、ストレートボール。で、チェンジアップでファールなんですね。で、これでワンボールツーストライク。ここでしっかり、3球で追い込めたっていうのが良かったと思います。で、これ4球目のストレートなんですけど、ちょっとアウトコース、アウトハイぐらいに行ったんですね。なんだけども、これ、近本選手が、この、ファール打つんですね。うん、結構引っ掛けた感じでファール打つんですよ。で、近本選手ね、今日セカンドゴロとかも打ってましたけども、ちょっとね、引っ掛け気味というか、うん、タイミングが早いというか、手首の返しが早いなって感じはあったんですよ。1打席目ぐらいからね。初めの方から。で、ここで、ちょっと引っ掛け気味やから、チェンジアップ行こうというところで、チェンジアップ行ったんですね。そしたら、外に外れたんですよ。で、まあ、近本選手からしたら、あ、チェンジアップやなって。これ今見極めたなって。じゃあスライダーの比重が高まるんですね。チェンジアップ見極めたから、もうさすがにチェンジアップないやろというふうに思って、スライダーね、初球も来てますし、スライダーが来るかなっていうふうなね、ところは予想としてあったと思うんですよ。予測としてあったと思うんですね。で、それで最後チェンジアップで三振取ったんですけど、これ、チェンジアップが内に行ったんですね。内側に行ったんですね。で、これが非常に良くて、スライダーをちょっと意識してるから、スライダーって逆じゃないですか。逆、自分に逃げていくボールじゃないですか。それで、チェンジアップがインサイドに来たんで、あ、一瞬ストレート来たと思って振りに行ったと思うんですよ。それが、チェンジアップだったんで、空振りしたっていう形で、まあ、やはり、その、4球目のファールもそうですし、引っ掛けたファールもそうですし、5球目にチェンジアップを、まあ、見逃したっていうことで、スライダーの比重が高まってる中、そこでインサイドにチェンジアップはいけたんで、バッターはストレートだと勘違いして、振りに行けた。振りに行って、結果チェンジアップだったんで、これ、チェンジアップで三振を取れたんじゃないかな、というふうに思います。すいません。ちょっとあんまうまく言えなかったですけど、うん。まあ、そういうことですね。はい。で、最後ね、ケラーが、まあ、今日、大勢が、二日連続で投げてて、まあ、今日、ベンチ外になってたんで、まあ、ケラーで最後行って、まあ、しっかり最後抑えてというところで、まあ、勝ってというところなんですけど、まあ、やっぱり、山崎伊織投手がね、まあ、球数を重ねながらですけども、しっかり、長いイニングね、ある程度投げれたっていうのが非常に良かったと思いますし、で、系統ですよね、船場さんの投手であったりとか、バルドナードであったりとか、ケラーであったりとか、
大体、阿部監督の系統って、回の始めから行くことが結構多いんですけど、今日はね、相手の打線というか、代打のね、兼ね合いも見ながらね、こうタイミングだ、後出し大、じゃんけんじゃないけど、そういった形で、出してね、いけたんで、非常に良かったんじゃないかなというふうに思うし、まあ、大勢がね、いなくて、誰が行くんだろうとかいうふうに思ったんですけど、まあ、やっぱりしっかりね、ケラー投手ね、ずっと抑えてくれてるんで、非常にね、安定感もありますし、コントロールもね、めちゃくちゃ前ほどね、荒れてるわけじゃないし、まあ、適度にね、散るぐらいは非常に、バッターからしたら打ちにくいんで、逆に、あんだけ球速くて、ちょっと荒れるぐらいだったら。うん、そういったところで、非常に、いい戦いというか、まあ、とりあえず勝ててよかったなと思うし、明日以降もね、しっかり、勝って、行きたいなと。広島とね、どんどん差を縮めて、行って、で、エリのためにもね、頑張ってもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。